皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。講師の藤本です。今日はクリスマスイブということで、普段のですね背広を着ないで、リラックスした形で、お話ししたいと思います。今日はヘルスセービングアカウント HSA のトリプル非課税の仕組みということで、医療費関係の節税にはもってこいというこのヘルスセービングアカウントの仕組みというのを皆さんに分かりやすく説明していきたいと思います。ポイントとしてはですね、もうすごいんですよね。トラディショナルな IRA とロスの IRA のいいところを2つ合わせたような、そういうメリットがあるこの仕組み、今日は理解していただきたいと思います。まずトリプルって言ったんで当然3つなんで、 HSA ヘルスセービングアカウントの一番最初のメリットというのは非課税で拠出ができる。 401k と同じですよね。トラディショナル IRA とも同じ。つまりその分1年間にその分拠出するんだけども、それは自分の課税所得に入れないでいいよということで、それだけでもタックスセービングになってるわけですよね。非課税で拠出ができる、これがまず一番のメリットになります。そしてヘルスセービングアカウントってインベストメント の口座というかアカウントがあって、そこで当然投資利益で増えていく、もちろん増えないリスクもありますので、皆さんそれは皆さんが、ね、よく分かってください。でも大体増えるということで、でもその増えていく分に関してはこれまた税金はその年では一切かからないわけですよね。そうすると、まあ皆さんがラッキーで、いい投資対象をですね、そのヘルスセービングアカウントの中でお選びになった場合は、どん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 増えていくわけです。それが2番目ですよね。そして今度は、これはヘルスセービングアカウントですから、医療費用の口座ということで、いつかは引き出すと、あるいはその年に引き出すとかですね、いくらかこう使うことは当然起きてくるわけですよね。私なんかも健康診断するときにはですね、結構なお金っていうのがどうしても出て、行ってしまいます。でもその引き出したときっていうのは、これまた税金が全然かからないということで、もう頭のいい皆さんよくお分かりになってるんじゃないかなと思うんですけども、このお金って最初から最後まで全然税金がかからないで使うことができるっていう、これがトリプル3つの、タックスベネフィットっていうことになるわけです。いいでしょうか。じゃあ今度はこのヘルスセービングアカウントをですね、ちょっと別の退職年金の制度と比べて考えてみましょう。その時にもうちょっと、チラチラとですね、新たな情報を出していきますけれども、このヘルスセービングアカウントですね、2023年度のレベルでは独身者の場合3850ドルまで拠出できます。ご家族の場合は7750ドルまで拠出ができるわけです。まあ、端的なことを言えば、例えばご家族で言えば7750ドルまでの医療費に関する支出というのは非課税でこの口座から使うことができると。もしこの口座がいわゆるタクサブルの課税の口座であるのであれば、だいたい1万ドルぐらいの給料がないと、そこから税金が引かれて、そして残りの7750ドル払うみたいな、そういうイメージになると思いますので、どれだけタックスセービングが出ているのかっていうのはお分かりになると思います、ね、このポイントっていうのはいわゆる IRA、 あるいはまた別の言い方をすれば 401k と全く同じメリットであるっていうのをお分かりになっていただけるんじゃないかなと思います、ね、そうですよね。税金がかからないでのける、横にのけることができる、これが、素晴らしいメリットになるわけです。そしてですね、これちょっとリピートになりますけれども、投資口座の利益は非課税で増えていくと、例えば 30% 増えた 40% 増えたといっても、それに対して税金を払う必要はない。これは何かというと IRA の
口座、あるいは 401K でもそうですけれども、あとはロスの IRA でも同じですよね。いくら増えたからといってその年に税金がかかってくるわけではないということで、このメリットというのは IRA、 トラディショナルな IRA やロス IRA と同じメリットがこのヘルスセービングアカウントにはあるわけです。そして最後に医療費として引き出せば、医療費として引き出すというのは医療費に使うということですから、例えばハワイに旅行に行くんでこれ医療費として出したってことにしようと、そういうわけじゃ全然ありませんので、あくまで正しい医療費、メディカルエクスペンスという形でですね、引き出すことができればこれは非課税なんです。このだから引き出すときに、もらったときに、自分でもらうっていうよりももらって出すってことになっちゃいますけれども、もらって医療費払うと、そういうことになりますけれども、そのもらうという意味で言えばロスの IRA と全く同じですよね。いくら引き出しても、いくら引き出しても税金がかからないというのは、これはロスということになるわけです。つまり私がここで言いたいのはね、IRA、 トラディショナルの IRA や 401K と、それからロスの IRA、ロスの 401K もあると思いますけれども、それらをが持っているこのベネフィットというのを一緒にしたものがこのヘルスセービングアカウントであるわけです。これは医療費に限りますけれども、拠出時から使用時まで一度も税金がかからないトリプルベネフィットがあるんだっていうのが今日のキーポイントになります。じゃあもうちょっとですね、今度は詳しく、リストをすることによってもうちょっとですね、ヘルスセービングアカウントのポイントを少しずつ深掘りしていきたいと思います。1番はですね、全員がこのヘルスセービングアカウントに加入できるとは限らなくて、実はハイディダクタブルヘルスプランと呼ばれる健康保険に加入している人のみが参加可能です。藤本さん、ハイディダクタブルヘルスプランってなお、どういうプランですか？つまりディダクタブル、自分のディダクタブルが高いプランということですよね。これは皆さんの会社の、ね、HR の方に聞いてください。私に聞かないでですね、会社の HR の方に聞いて、どのプランがもし選べるとすればですね、うちの会社ではそのハイディダクタブルヘルスプランってあるんですかって聞いてみてください。あれば、このヘルスセービングアカウントというのに加入ができると。ないとちょっと残念ながら加入できないんだっていうことになります。そしてですね、お体が健康で医療費をあまり発生しない人、ね、健康な方に関しては、このヘルスセービングプランというのはですね、ディダクタブルが、その自分の健康保険、ディダクタブルが高くても、あんまり基本的には使わないわけだから、その、貯める部分というのがとても大きくできるという、そういう面で有利なんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一つ実はあるのが、フレキシブルスペンディングアカウントっていうのがある、FSA っていうのがあるんですが、それよりも、拠出金額っていうのはやっぱり大きいんですよね。ヘルスセービングアカウントの方が。だからそういう面でもまた有利。そしてもう一つは、フレキシブルスペンディングアカウントってその年に使い切らなきゃいけないんですけれども、ヘルスセービングアカウントっていうのはだからインベストメントのアカウントがあって、それでキャリーオーバー、ね、余った分、どんどん使わなかった分を翌年にキャリーできるというメリットがあります。そして、私のようなですね、55歳以上は先ほどのスライドで示したその1年間の拠出額にプラスおまけですよね、おまけの1000ドル余計に拠出をすることができるということになっています。しかし65歳になってですね、メディケアに入ってしまうと、このヘルスセービングアカウントっていうのは使えません。そして、医療費以外に使用した場合っていうのは、その65歳以下で医療費以外に、使用した場合はですね、まず 20% のペナルティと、もちろんそれ医療費じゃないんで所得税がかかると。
65歳以上はこの 20% のペナルティがかからないけれども課税だけですよと、所得税が課税だけですよっていう、そういうことになります。ちょっと今気がついたんですけども、ヘルスセービングアカウントってなぜか知らないんですけども、このマイクロソフトの365でやりますとですね、 HSA ってなかなかタイプできないんですよね。なぜか HAS に自動的に変わってしまうということで、正しくは HSA ね、ヘルスセービングアカウント HSA が正しいので覚えておいてください。そして、私重要なことを言い忘れてるんじゃないかなと思うんですが、例えば日本で使った医療費っていうのはどうなんだっていうことになると思いますけれども、私はこれは税務上でですね、医療費であるということ、つまりメディカルエクスペンスと、IRS のコードの中でメディカルエクスペンスとして認識できるもの、これは日本で発生した医療費も入ると私は思いますので、ヘルスセービングアカウントを使うことができるわけです。よろしいでしょうか。で、最後にですね、もう一つ言わなきゃいけなかったですね。この中でもしカバードエクスパートレートになりそうだな、永住権を放棄するんだと、市民権を放棄するんだと言った時に、カバードエクスパートレートになる方は残念ながらですね、これ一度も税金がかかってないお金ですんで、カバードになった方は税金を放棄する時に払わなきゃいけないんだということだけも覚えておいてくださいませ。ということで、これが私どものディスクレーマーでございます。そして、これが私どものエンディングページクロスボーダープラクティスということで、もうすぐですね、この本が、新しい本が出る予定ですので、ぜひご購入してください。ということで、今年は今日がですね、おそらく最後のリコーディングだと思いますので、そうですよね、そうだと思います。ですので YouTube で出るのは今年が、この HSA のビデオが最後だと思いますので、皆さんどうも見ていただきまして本当にありがとうございました。ぜひ、良いお年をですねお迎えくださいませ。来年またちょっとギアをアップしてですね、いろんな新しい試みをトライしたいなと思ってますので、ぜひお楽しみにしておいてください。ということで、それじゃあ今日もどうもありがとうございました。失礼します。